どうも、西田ひかるです。今回なんですが、ノーマルガチャを、50回引いて、まあ、Sレアとレアを、狙っていきたいと思います。お願いします。まあ、これ今回3回目なんですけど、第3弾みたいなもんですね。同じようなことしてるんで、いきます。来ないな。ノーマルガチャでスーパーレアなんか出ることほんまにあるんかなと思うわ。都市伝説みたいなもんよ、俺の中では。出たっていう人もおるけど、出たことが一度もない。多分だいぶ引いとるけど。何回引いとるやろってぐらい、何千回かは引いとるはずやけど、出たことがない。レアガチャチケットゲット。2回目いきます。おおお、いいねいいね、熱い。レア演出。来いパンダレア。おお、微妙。加藤恭子。ポテチャームと、レベル9結構高かったな。3回目いきます。おおお、レア演出。彼やつがすごい。うわーい、エリートヤンキー、グラサンヤンキーが。大丈夫、結構当たった。熱い。大丈夫、ちょっとレベル上がってほしいな。カレンレベラップ。グラサンヤンキーが結構高いレベルだ。じゃあ4回目いきます。レアは欲しい。叩く。あかんな。加藤めっちゃ当たるな。加藤。お、サジ。初めて神楽坂。まあ、神楽坂ニュー当たっただけでまだマシかな。サジのレア欲しいな。ちょっと有村サジのレアが欲しい。多分これってあれやな、課金したらめっちゃ手に入るやろな、すぐに。けど課金せずに手に入れるからこそ、この喜びが
大きいというのはあるな。課金して手に入れたスーパーアリアより課金せずに手に入れたスーパーアリアの方がなんかやっぱいいよな。喜びがひとしおやな。それにノーマルから育てていけば結構普通にスーパーレアも持っていけるから、個人的には課金する必要はあんまないと思うんだけど、まあ、パワーチャルでポイント貯めてガチャ買いまくるっていう、それが一番硬いかなと思う。よし、よし、チケットゲット。ラスト2回ちょっとか、とりあえず。でん、でん。はい、というわけで今回の、ノーマルガチャ52回かな、全部で、はこの辺で終わります。ここにはまだパワーストーンが1個とチケットが、リアガチャ3枚と SR チケットガチャ1枚余ってるんで、この後、まあ、動画撮りたいと思うのでまた、そちらの方も、アップしていると思うので、ぜひご覧ください。というわけでありがとうございました。